皆さんこんにちは。ドラマ時間ですよや映画で大活躍だった女優の篠宏子さんですが、伊集院静香さんと結婚後の現在が気になりますよね。今回は篠宏子さんの若い頃、旦那の伊集院静香さんとの結婚生活や子供、また自殺未遂についてなどまとめてみました。篠宏子さんは三男次女の長女で、父は電気会社の専務で、幼少期に NHK 仙台少年少女合唱隊に所属していたそうです。幼少より信仰を続けるカトリック信者で、雑誌インタビューで、成人した今では洗礼名に反して長身なのでちょっと恥ずかしいと語ったことがあります。1968年、東北学院大学法学部2年生在学中にゴルフ練習場でスカウトされ、東北放送テレビホリデーイン仙台のアシスタントとしてローカルデビューしています。番組中に歌ったのが目に留まり、クラウンレコードに誘われ、20歳の時上京、作曲家である泉拓司の自宅の居候となります。同年、水色の風で歌手デビューするも鳴かず飛ばずで、翌1969年、キングレコードに移籍して悪い遊びをリリースするもヒットはありませんでした。その後、1973年に TBS 時間ですよの小料理屋のおかみお涼さん役に抜擢され、これが本格的な女優デビューとなりました。時間ですよは銭湯を舞台にしたホームドラマで、森光子さんのほか堺正章さんや後のキキキリンさんらが出演し、天地真理さんや浅田美代子さんらの出世作にもなった作品です。元は歌手でのスカウトから女優に抜擢されるまで空白期間がある、やや遅咲きの女優さんですね。ドラマではまとわりつく不運に愚痴一つこぼさず、ただ静かに耐える女を演じ、これ以来こういった配役が増えていきます。歌手経験を生かして1984年の TBS のドラマシリーズ金曜日の妻たちへ男たちよ元気かいのドラマ内ではクラブ歌手となる主婦を演じ、美声を披露したりもしています。寺内貫太郎一家、傷だらけの天使、俺たちの勲章、夕日が丘の総理大臣、火曜サスペンス劇場シリーズなど、サスペンス、ホームドラマ等様々な役をこなしています。最も活躍した1980年代あたりが全盛期で、日本がバブル景気崩壊以後の番組編成の変化とともに姿を消した女優さんの一人になります。1997年にドラマの主演を務めたのを最後に女優業を休止した篠宏子さん、夫の伊集院静香さんと郷里の仙台市に移住しています。賀来千香子さんや坂東英二さんとは親交が深く、土曜大好き830の最終回にゲストとして出演しています。若い頃は後の南野陽子さんに似ている顔立ちと、細身ロングヘア高身長で、当時から女性にも大変人気のある女優さんで、理想の女性像の一人でした。篠宏子さん全盛期は1980年代後期で、時代がちょうどバブル景気となる中、当時流行ったワンレングス、シャープでタイトなスーツスタイルが当時流行していました。篠宏子さんもそのようなスタイルでテレビによく出演していました。また歌手時代を覚えている人は今は少ないでしょうが、金曜サスペンスなどサスペンスドラマには必ずと言っていいほど登場し、サスペンスの女王とまで一時期言われていました。特にドラマ中で衝撃的なシーンで驚く表情は有名で、当時大人気だったバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげです。でもパロディーとして取り上げられたほどです。そんな篠宏子さんが活躍した当時、サスペンスドラマやホームドラマにしても不倫関係などドロドロした恋愛模様を描く作品が多い傾向がありました。バブル景気で世の中が浮かれていく中で、ドラマではどす黒い人間関係を描くというのがよくあるパターンでした。しかしバブル崩壊以後、多くのトレンディドラマ同様、こうしたドラマシリーズは次々に終了。それと同時に昼1時からのドラマや夜のドラマ枠はゴールデンタイムをずらして放送されたことから、若い世代がこうしたドラマを見なくなっていきました。そんな中、
篠宏子さんのイメージがどうしてもサスペンスや昼ドラに出てくるキャラクターに偏りがちでした。しかし田村正和さんと共演した1993年の TBS ドラマ神さんの悪口、1995年の神さんの悪口2ではコミカルな役に挑戦、耐える女とは真逆の女性も見事演じきっています。そんな篠さんは過去に自殺未遂を起こしたことがあるのです。1975年3月23日の午前2時、東京都港区西麻布4-29の鈴木マンション203号室で、篠宏子さんが同じく東京都港区北青山に住む女性の友人に、これから死ぬと電話を入れました。驚いた友人が駆けつけたところ、玄関で血まみれになって倒れている篠さんを発見します。篠さんはブランデーの3分の1と睡眠薬を10錠を飲み、左手首をガミソリで切っていたのです。篠さんは全治2週間の怪我で命に別状はありませんでした。当時篠さんは1973年からスタートした時間ですよの小料理屋のおかみ、お料役でブレイクし始めた頃、なぜそんな時期に自殺未遂などしたのでしょうか。原因は歌手として行き詰まっていたことに加えて、結婚したいと思っていた男性が別の女性と結婚したことが追い打ちをかけたと言われています。篠さんは当時篠宏子として活動していましたが、1974年の9枚目のシングル「霧雨の人」のリリースを最後に芸名を今の篠宏子に変えています。この年に「霧雨の人」の他にも「あじさいの人」や「別れ」などをリリースしましたが、ヒット曲に恵まれず歌手として行き詰まっていました。さらにこの時篠さんには結婚したいと思っていた男性がいたのですが、その男性が別の女性と結婚してしまったのです。このことにショックを受けた篠さんは突発的に自殺を図ったのでした。この事件は当時大きく取り上げられ、女性セブンでは私は愛に死にたかったと書き立てられたりもしたのです。しかしその後の篠さんは逆に影のある女性として評価を受けるようになり、女優としての幅が今まで以上に広がることになります。そんな篠宏子さんの旦那は伊集院静香さんです。伊集院静香さんは1950年生まれ、山口県防府市出身の在日韓国人2世で元韓国籍です。日本に帰化前の名前はチョチュンネでしたが、日本に帰化した際西山忠樹に変更しています。伊集院静香という名前は作家としてのペンネームで、作詞家の方のペンネームは伊達あゆみです。ちなみに伊集院静香というペンネームは、小さな広告代理店に入社予定になっていた女性のコピーライターに付けられるはずの名前だったそうで、本人は超を考えていました。しかしスポンサーへのプレゼン時にある程度知られていた超を使うのがあまり良くないと判断され、渡された名刺に印刷してあった伊集院静香を以後名乗ることにしています。山口県立防府高等学校を経て立教大学文学部日本文学科を卒業しています。当初は美術大学志望でしたが、当時義兄の高橋明さんが読売ジャイアンツの野球選手だったためで、高校の夏休みを利用して東京に行った折、長嶋茂雄さんに会ったそうです。そして長嶋茂雄さん本人から、野球をするのならセントポールに行きなさいと言われ、立教大学に進学を決めたそうです。しかし当時から文学青年で、肘を壊したため野球部は途中で退部しています。広告代理店電通勤務を経て CM ディレクターになり、電通マン時代に結婚、二児を設けますが、1980年に離婚している伊集院静香さん、その後は松任谷由実さん、松田聖子さん、薬師丸ひろ子さん、和田アキ子さんらのツアーのほか、ファッションショーも手掛けています。1981年には小説「現代」に「さつき」を発表し作家デビューしています。1984年8月27日、かつて金棒化粧品のクッキーフェイスの CM キャンペーンガールで一緒に仕事をした女優の夏目雅子さんと7年の不倫交際の末に再婚しています。しかし1985年2月、
夏目雅子さんは急性骨髄性白血病を発症。約7ヶ月にわたる闘病生活を支えますが、容態が急変し、同年9月11日に27歳という若さで死別しています。近藤真彦に提供した愚か者の作詞を担当して、1987年に第29回日本レコード大賞を受賞。銀ギラ銀にさりげなくなどのヒット曲を作詞しています。1992年7月15日受け付きで直木賞を受賞。この時篠ひろ子さんと結婚しています。伊集院静香さんは篠ひろ子さんとの結婚後は宮城県仙台市に移り住みますが、仕事の都合で自宅にあまりいることはなかったと言われています。仙台では犬が中心の家の片隅で仕事と競輪をやっているだけとエッセイで書いたことがあるくらいでした。3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際には被災地生活を経験しています。現在の篠ひろ子さんは10年以上芸能活動をせずに、まるでかつてのドラマの役柄のように故郷の仙台の家で東京で仕事をこなす伊集院氏を待つ暮らしです。伊集院さんが父親の看病で仙台に帰った時にはすでに女優業を辞めていたそうで、夫の伊集院さんもかなり驚いたそうです。私としては働いてもらって楽をしようと思ってたんだけど、という伊集院さんに対して彼の父親は、お前は偉い、今ね、直木賞もらってね、今だったら若い女いくらでも来るのに、お前は着実な方を選んだって、あれは貯金持ってると言われたそう。一方の伊集院さんは稼いだお金はほぼ使い果たし、通帳には当時27万しかなかったそうです。妻である篠ひろ子さんは、え、やっぱりそうなの、私はおかしいと思ったのよ、27万ってあなたが生きているってこと自体が怪しいと思ったのよ、と語ったそうです。スポーツ紙のインタビューでは、前妻の子夏目雅子さんについて、あんまり雅子さんのことはしょっちゅう書けるほど、やっぱり書けば揺さぶられるからね、こちらが、それがたとえ30何年前のことでも、だからなるだけ必要だった時にしか書かないんだけども、あれほど大衆から支持をされた女優さんだから、まあ変なことは書けないしね、と語り、2017年には年上の友人であったグラフィックデザイナーの長友圭介さんを亡くしたことが前妻を失ったことと同様にショックだったことを語っています。伊集院さんのインタビューを見た限りでは、前妻を失ったことが相当に心の傷になっていたようで、この伊集院さんを陰で現在も支えているのが篠ひろ子さん、そのような印象ですよね。そんな篠ひろ子さんと伊集院静香さんの間に子供はいません。篠ひろ子さんは伊集院さんとの結婚が初婚でした。結婚当時44歳でした。高齢出産だと母体にも相当負担がかかると言われており、夏目雅子さんを亡くされている伊集院静香さんは篠ひろ子さんを危険な目に遭わせたくなかったのかもしれません。また再婚当時も伊集院さんの浪費癖があったので子供を作る機会はなかったようです。ただし伊集院静香さんは1回目の結婚で2人のお子さんを設けています。また2回目の結婚である夏目雅子さんとの間にはそもそも結婚生活があまりにも短く、お子さんは誕生していません。しかし結婚前の不倫中には夏目雅子さんは何度か身ごもり堕胎されているようです。現在伊集院静香さんと篠ひろ子さんは篠ひろ子さんの故郷である仙台に移住しており、東日本大震災で被災した後も家族に不幸はありませんでした。引っ越しをする際、海沿いの土地に家を持つことを伊集院さんは提案したそうですが、海辺ではなく高台に家を建てています。これは篠ひろ子さんの母親の神主が来てお祓いした土地は10年住まないと本物にならないという話に従ったからだとインタビューに答えています。現在伊集院さん73歳、篠ひろ子さんは74歳ですから、穏やかで幸せな老後を2人で過ごしているのではないでしょうか。また2017年、伊集院静香さんはフジテレビ系
ノンストップのインタビューに答えています。新著、さよならの力の中で前妻の夏目雅子さんについて触れたことを語り、夏目雅子さんの死から立ち直るために背中を押してくれたのが妻である篠宏子さんだったと明かしました。また篠さんと結婚する際、夏目さんのことは話さない、書かない、書くときは相談するという約束をしたそう。伊集院さんは篠さんとの関係を、私がとんでもないことをしようと監視しているだけ、きちんとしてくださいとよく言われる、犬と二人で正座させられてねと話しています。怖くない奥様が世の中にいるならお会いしたいと、篠宏子さんのなかなかの恐妻家ぶりを暴露しています。こうしてみると篠宏子さんは伊集院さんの前妻を失ったショックを案じて、さらにもともとギャンブル癖のある夫を陰で支える良妻賢母として、芸能活動から手を引き家庭に入ったようですね。そのためどんなに調べても篠宏子さんの情報はどのメディアも伊集院静香さんの口からでしか語られることはありません。ただ2010年には NHK スタジオパークからこんにちはにご主人の伊集院静香さんが生出演された際には、篠宏子さんは料理の勉強や趣味を楽しんでいることが語られています。いかがだったでしょうか。篠宏子さんよりも伊集院静香さんの人生がかなり波乱万丈ですね。夏目雅子さんは当時本当に美女で話題の女優でしたから、夫だった伊集院静香さんは相当なショックもあったのでしょう。篠宏子さんと幸せな老後を築いていただきたいものです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。